開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田勝孝です。2019年最初の放送です。どうぞ今年も1年よろしくお願いします。先週高校卒業30周年記念事業の実行委員長を引き受けたってお話をしましたよね。これは私にとって大変なことなんです。本当大変なんですよ。とにかくいろいろと大変なんですが、いいこともあるわけですよ。その同窓会の実行委員の中にある公立学校の管理職をやってる同窓生がいるんです。仮に A とします。で、この A とは高校時代のクラスも違うし中学校も違ったんですが、中学の時に同じ部活だったので練習時代や大会で会ってましたから面識はあったんですね。ただ高校ではそれほどの関わりがあったわけではないんですが、高校を卒業して同じ予備校に通ったんです。しかも寮が一緒だったんです。かといってその寮で仲が良かったかと言われるとそれほど良かったわけでもないですが、まあ悪かったわけでもないんです。まあなんと言いますか、タイプが違いましたから。私はさすがに浪人生ですから真面目に勉強したんですが、私から見る限り A が勉強やってるところはあまり見てないです。 A とはその予備校以来会ったこともないんです。それがこの実行委員長を引き受けたおかげで久しぶりに会って、さらにはですね、この A が学校の管理職になってたんですよ。これは私にはびっくりだったんです。もうイメージが全然違います。これなんて言ったらいいんでしょうか。とにかく学校の先生というイメージではないです。確か予備校の時には俺は歌手になるって言ってたような気がするんです。その A から6月に電話がかかってきたんです。最初誰からかかってきたかなんてわからなかったですよ。多分29年ぶりに話したんです。なんで電話をかけてきたかっていうと、私の講演依頼なんです。あの A が私に講演依頼するなんて、これまたびっくりでした。でも同窓生に呼んでもらえるというのは嬉しいものです。もちろん喜んで引き受けました。うわ、もう時間じゃないですか。今年最初の放送がこんな中途半端なところで終わってしまってすいません。続きは来週です。お楽しみに。開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。